鉄道企業大スロバキア株式会社は、スロバキアの国有企業。2002年に、スロバキア国鉄の列車運行事業を継承した、鉄道企業大株式会社の再分社化に伴い、同社の旅客列車運行事業を継承している。鉄道企業大スロバキア本社381、蛍光直流電気機関車とプッシュプル運転用951、軽電車。 951系は、全社のベーザー向き機関区に配置され、ブラチスラバ中央駅を中心とする、近郊列車として、運用合理化が進む、地方線区国産の861系ディーゼル動車、鉄道企業大株式会社の貨物部門売却に、備えて2005年1月1日に行われた、再分社化に伴い、スロバキア共和国政府決議2 0 0年代六十2号に、 元月き同社の旅客鉄道事業を承継するために発足した国有の株式会社である。2015から2016年度ダイヤにおける同社旅客列車の総運行本数は1455本、非でスロバキア国鉄線のうち47路線で運行している。内訳はスーパーシティ2本、ユーロシティ22本、急行列車27本、 区間急行百136本、ユーロナイト6本、高速45本、区間高速13本、旅客列車1185本、同年度ダイヤではインターシティが一時廃止されたが、翌2016から2017年度ダイヤで復活した。また BB 旅客交通が中心となって運行している新しい国際優等列車、レールジェットについては、2014年11月に、 チェコ鉄道保有編成が、スロバキア国鉄の主要幹線で、走行試験を行った後、2018年12月、BB 旅客交通保有編成を用いて、ZSSK が、ブラチスラバ中央、ブラチスラバペトルジャルカ間の運行を担当する形で、ブラチスラバ中央中離機関の運行を開始した。運行本数が、特に多い主要路線は、ブラチスラバズボレン及びズボレンジリナ、 ズボレンコシツカンとブラチスラバプリエビジャ館2010年における列車運行の正確度は94.83%で国際列車運行の正確度は83.01%であった近年は速達性の向上を図っており2015から2016年度ダイヤではブラチスラババンスカービストリチャ館の所要時間を2時間以内とした また、スロバキア国鉄が保有する狂気地方線である他、トラゲンキ鉄道及びシュトレブスケープレソシトルバカン、ラック式鉄道の運行も行っている。スロバキア国内の旅客鉄道輸送は、90年代に発達した中密な民間バス網にシェアを奪われたほか、近年は経済発展に伴って自家用車が急速に普及したため、ローカル輸送を中心に大きく減少し続けている。 スロバキア国鉄時代の2001年に6347万3000人あった旅客輸送実績は2003年に5127万4000人に減少。現ト SSK 発足初年の2005年には初めて5000万人台を割り込み、2006年は5年前を25.9%下回る4702万1000人にとどまっている。このため経営改善を目的に 人員整理や地方線など換算線区の運行休止、列車本数削減などの急激な合理化が進められた、結果、労働者側と当局との対立も深まり、2006年夏の総選挙で新政党スメルが第一党となる背景ともなった。また、ZSSK 当局は、スロバキア国鉄に支払う路線使用料が欧州諸国に比べて高額で、 ZSS 系の営業経費の15%を占めている現状を問題視している。一方、国際列車ユーロシティなど利用率の高い感染系優等列車の客車については、スロバキア国鉄時代の1990年代から EU 水準並みの更新工事を行い、体質改善を進めている。2006年12月には、チェコ鉄道のーフィアット車線ペンドリーの 高速電車によるスーパーシティスロベンスカーストレラがブラチスラバプラハ間で運行を始め ZSS 系の看板列車となっている2010年夏からジリナ、トレンチイン、コシツェなどの近郊区間にチェコシコダ車両製総2階建て高直流電車671系を投入しているほか2012年にかけて新型の381系高直流電機 機関車及び671系電車と同系のプッシュプル運転用951系制御客車による地域急行列車や増数ルート規制の提唱式国産産量固定編成ディーゼル動車861系の営業運転を開始地方都市圏の輸送改善を進めている旧 ZSS 系が運行休止したブラチスラバ県内の地方選区における ローカル列車の運行を一時手掛けた、ブラチスラバ地域鉄道線企業体が、旅客輸送事業から撤退した後、周辺諸国の国有会社による乗り入れ列車を除き、スロバキア国鉄線で、旅客列車を運行する唯一の事業体だったが、チェコのレギオジェット株式会社が2010年に、スロバキア運輸郵政通信省と9年間の、旅客列車運行契約を締結し、 2012年3月から、ブラチスラバコマールの鉄道線において、プラハ中央駅とブラチスラバ中央駅を結ぶチェコ、スロバキア間国際優等列車の運行を開始した。さらに、チェコのレオエクスプレス株式会社も、チェコ国内で運行していたプラハオストラバ間の優等列車を延長運行する形で、スロバキア国鉄線での運行に参入した。2018年現在は、中高が、 プラハ中央ブルノブラチスラバ中央、プラハ中央オストラバジリナポプラトコシセ及び、プラハ中央オストラバジリナポプラトコシセ、プレショーで、夜行が、プラハ中央オストラバジリナポプラトコシセ、不メンネーで、それぞれ ZSSK と競合している。2008年から2012年申請の高速用、ブンピアガダニ当客者2014年から2015年申請の、 ブドンピア型に当客車の車内旅客列車用客車の旧都職高速用客車の旧都職スロバキア国鉄から継承したチェコスロバキア国鉄時代の車両及びその更新車がほとんどを占める2007年現在の標準機用機関車は電気機関車146両ディーゼル機関車50両強機用機関車は蓄電池機関車1両ディーゼル機関車5両電車は 標準機用均衡計120両、強機用51両。機動車は203両で、このうち191両が1973年以降に大量投入された標準系レールバス810型とその更新車であった。スロバキア国鉄時代の2000年にはゾウス・ルート機がスイス・スタッドラーなどと共同企業体を組んで製造した。 強気用低照電車4 2 5 9系、旧 z s s k 時代の2003年には同じ共同企業体による標準気用低照機動車8 4 0系を導入し有名観光地として国内外で人気が高まっている中北部のタトラ山脈一帯の路線に投入している高気用を含む客車は1263両保有旅客列車用客車 高速用客車の2種類に大別され、大半が旧東欧圏標準型のアシュド規格車両である。1980年代申請者を対象に、1996年からゾースルート機及びゾーストルナバでアコモデーションを EU 水準に揃えた申請者同等のものにし、最高速度を140時速 160km に向上させる大規模な更新工事が実施された。 現 z SSK 発足後、2008年から2012年までの4年間を計画期間とする車両の近代化プロジェクトが実施された。継続実施した客車更新工事の内容グレードアップ化に加え、ユーロフィマ融資を受けた UICZ 企画準拠の新型高速列車用客車の導入、既存 810K ディーゼル動車に空調装備、車椅子対応などとした813。 軽ディーゼル動車の更新改造、1971年から1978年にかけて導入された、近郊用の460系直流電車、560系交流電車置き換え用の2階建て671系交直流電車の導入、162系直流電気機関車と363型交直流電気機関車の台車振り替えによる、 硬直流機の高速化などの大規模な近代化が行われ、プロジェクト終了後も、新生客車の投入が継続している。鉄道企業体発足当初、客車と職は、スロバキア国鉄時代に制定された、旅客列車用客車イコールライト、高速用客車イコールワインレッド、新台車イコールダークの規定職を承継したが、国鉄時代にあった、 車体用部の3本の白線は廃して塗装工程を簡略化した。また電気車は電車を含めてチェコスロバキア国鉄規定色を承継し、電気方式に応じた直流イコール緑、交流イコール赤、高直流イコール青の各色を基調とした塗色としていた。鉄道企業大スロバキア発足の2005年、ブラチスラバ市のデザイン事務所、 スタジオ001有限責任会社が策定した赤、白、灰色の新しい規定色が採用され、車種を問わず既存の全車両を対象に、塗色変更を行った。新規定色導入後の申請車両については、塗り分けパターンのみ形式ごとに変えているものの、配色は規定色に準じている。クラリョバに鉄道駅を通過する六十2蛍光直流電気機関車牽引のブラチスラバ。 中央発個室駅 IC505 列車タトラン362型は台車振替で高速化された Q363 系トレンチン鉄道駅に侵入する350系高直流電機機関車牽引のブラチスラバ中央発個室駅 R613 列車ルジイントポリュチャニ鉄道駅で発車を待つ750 k ィーゼル機関車牽引のプリエビジャ行き OS5043 列車、ZSSK が運行する旅客列車の列車種別は次の通り、ありがとうございます。